はい皆さんこんにちはレック専任講師の早川といよいよですね年金アドバイザー3月検定の季節がやってまいりましたはい今日はですね銀行業務検定この年金アドバイザーの2級と3級のガイダンスをやっていきたいと思いますよろしくお願いいたします はい、えー、それでですね。まあ、今回、パンフレットがこれなんですけれども、えー、銀行業務検定試験、えー、年金アドバイザー二級・三級受験対策講座。えー、この三月、えー、検定ですね。はい、えー、今回ね、この年金アドバイザーの三、えー、月の検定というのは、二、えー、級と三級両方あるということですね。はい、十、えー、月検定は三級だけなんですけれどもね。えー、今回は二つあるので、二、まあ、つ一緒に受けることもできます。午前と午後でね。 えっとまずねえっとどんな試験かというとえここにえ銀行業務検定って書いてありますけどそもそもはまあ銀行で働いている方のえスキルアップを目指すためのえ検定なんですねえただあの現実にはあの銀行員さんだけではなくてえその他というかそれ以外の方も結構ね受けていますねえと金融機関で働く人で例えば 保険会社の人も受けてますしあとはあの社労士を目指す人あとは社労士になった人っていう人も受けています、ね。で2級と3級があると言いましたけど3級というのが割とちょっと基本的なところです。まあ基本的といってもね年金はかなり仕組みが難しいんですけれどもその中でね年金の窓口対応をやっていて、まあ、年金の相談を受けるっていう形ですね。まあ、そうするとと、ね、銀行での年金相談をやっていくと まあ講座ね獲得とかっていうまあそういうのもありますしね顧客さんのまあお役に立てるというのもあります。で2級の方はねさらにレベルアップしましてまあもちろんあの年金相談もあるんですけれども,もうこれ指導者レベルってなってきますね。で具体的にじゃ試験がどう違うかというと3級の方はマークシートなんですよね。でまあ基本問題30問で一応事例形式の問題もあるんですけれどももちろん計算要素もありますが。 えー、あの答え自体はマークシートでやりますので期日、えーまあ、っていうのはないところが、えー、2級の方は記述試験です計算式を、えー、書いたりあと答えもマークシートで表えないので実際回答用紙に自分で書いていてきます、えー、例えば、えー、高年齢者雇用継続給付なんですけど、まあ、この人もらえるかもらえないかっていうのをまあ ねえー、ポイントを押さえて支、えー、給要件を満たしているかどうかを、まあえー、書いてくださいよとかそれだと年金がどれだけあの例えば支給停止になりますかっていうのをもう自分でこう文章で書いていかなきゃいけないんですね。で計算問題に関しては、えー、計算式をちゃんと書いていくで計算式が合ってるかどうかっていうところも、えー、見られていきます。ねえー、試験時間も、まあ、結構長い後で、えー、パンフレットを見ながら解説をしていきたいとは思いますけれども。 えーまあ、2級と3級の差がちょっとね、えーまあ、大きいかな2級はもうかなり難しいかなっていう感じで、えーとまあ、2級なんかは私のクラスですともう社労士資格を持ってる人、ね、でさらに社労士の資格を持ってて、えーまあ、実際は年金相談やってる人も来ていただいてますし。あの 年金アドバイザーはこの2級も持っていて社労省も持っていて実際に年金相談もやってるんですけれども自己検査でまた来るっていう人もいますねだから2級はかなりレベルが高いとで1級っていうのはないんですよねだから2級が最上級になってきますで3級は年金の基本的なレベルですただその年金の基本というのが難しいんですよね でえー、とこれは、ね、やっぱり銀行の方たちも受けに来ていただけますしあとはこれから社労使を受けようとする人たちですよね、えー、あの社労使試験の中で年金っていうのが国民年金と厚生年金、まあ、2科目あるんですけれども例えば択一式の方がこれ配点10点ずつあるんですね。社労試験点点点満でですからそのうち20点を年金で占めていくで選択式も えー、40点満点中国民年金厚生年金5問ずつあって合計10問ですから、えー、年金科目っていうのが、まあ、結構配点が高いんですねところが年金はやっぱり複雑で難しいいと言われていますだから年金が克服,克服できない人が結構いるんですけれども社労士の試験みたいに法律用語でその難しい法律用語を暗記していくんではなくて年金アドバイザーの試験はこれは実務の試験ですから、えー、相談ベースなんですよね。 だから普通の言葉でえどういう要件が揃うと年金がいくらもらえてそれでいくらぐらいもらえるかいいくらもらららももええるるののどううした感じですよねえ例えばまあ年金は最低請求っていうのをしなきゃいけないんですけれどもえまあそういうことも試験には出てきますしえいくらぐらいもらえるのかっていうのは例えば国民年金だけの自営業者だけの人だったら当然払ってない期間があったらえその分は 漫画から少なくなるとかね。えー、でずっと会社員だった方は厚生年金がもらえると思ってますけれども、実は厚生年金と国民年金の基礎年金が両方もらえるんですよね。えこういった仕組みっていうのがまあ、結構難しいわけですよね。これで例えば社労士の試験なんか頭を抱えてる人が 実務ベースつまり相談ベースでやってますから普通の人に相談されたらこういうふうに答えようという、ね、普通の日本語である程度進んでいきますので、まあ、身につきやすいいいんじゃないかということがありますでこれはですね実務をやっていく上で例えば銀行の窓口でもそうですよね普通に見て読んでいくと法律の用語っていうのは難しいところをやっぱり人と話をして人と相談をして人に 相談されれるる側になるんですけれどもね、えー、教えてあげるということですから普通の日本語で話していかなきゃいけませんので、えーね、普通の実務でやり取りをしていくっていう普通の日本語でやり取りをしていくっていうところをまず抑えていくっていう、ね、そこをちゃんと理解していくっていうことですこの年金アドバイザーはね。はい、えー、じゃあちょっとですね、えー、とプレゼンターに切り替えますけど、まあ、ここに、えーとえーまあ、今回のパンフレットがあるんですけれども。 年金アドバイザー二級三級受験対策講座ってなってますよね。ちょっともうちょっと広げておきます。で、人生百歳時代へのライフプランの編成に今こそ年金アドバイザーって書いてありますね。<laughs> えとですね、今日本の日本人の平均寿命が伸びていますよね。で、まあもう百歳まで生きる人っていうのも出ていく中、年金制度っていうのはやっぱり注目を浴びています。 というか老後の生活というのは皆さん、えー、まあだんだんね、えー、お年を召していくとまあ働けなくなってくる、ねえー、そういった中で年金が自分の生活を支えていく形になりますこれが今の現行の法律ですと、えー、年金は65歳からなんですけど100歳まで生きるとすると35年間なんですよね35年間もらい続けていくこれかなり長いですよね。 はい、その第二の人生というのが、えー、かなり長くなっていく中で年金制度は国民の関心というのをね、えー、まあ集めているっていう形になりますね。はい、えー、その中でですね、ただその年金制度というのは何回も何回も改正を繰り返していく中、改正してすぐにそれが施行できないんですね。要するに前の年代の人はこうすれば年金がいくつからもらえた。 でも前の人たちは例えば60からもらえることが前提で保険料を払っていた65からもらえることを前提で保険料をもらっていたそれが自分が老齢の時になるとじゃあ60じゃなくて65だよと65じゃなくて70だよってなっていくとえじゃあ何のために納めていたのって話になってしまいますよね。絶対経過措置を設けけけななきゃいけないんです何年生まれの人はは、えー、今法律はこう変わったんだけど えー、その生まれの人たちは前と同じやり方をするよとか前と順次とやり方をするよっていうね <laughs>、あのー、必ずこう経過措置を踏みながらやっていかなきゃいけないだから難しいんですよね。何何年年生生ままれれから何年生まれの人というのがあります、ねえー。それが結構難しい。じゃこれが一般の人にかかかるいかっ,ったら分からないんですそうすると年金をちゃんと理解して、えー、それを皆さんに伝えていく人たちが必要となってくる。 これが年金アドバイザーなんですよね。はい、そうすれば人々のライフプランをゆとりのある老後のライフプランをね提案できていくという形です。ね、そういうたちが必要となってきます。はい、今年金の専門知識を持っている人が求められていく人生百歳時代になって求められていく時代ですので、ね、今注目されている資格じゃないかなというふうに思います。はい、プレゼンターに切り替えます。 はいえそれでですねレックの方ではえ今回2級と3級の対策講座をえ設けてますあのねさっき言ったように1級っていうのはないっていうのとあと4級っていうのがあるんですけれどもまあこれは結構簡単なんでね対策講座を設ける必要もないだろうということでえ2級と3級をえ今回対策講座として設けてるってことですね。 あと、はい、で,後で、えー、また詳しくやりますけれども選べる3つのクラスっていうのが通信ウェーブ通信 DVD 通学クラスっていうのがありますで、えー、通学に関しては、えー、と関東は水道橋本校でやりますで、えーとまあ、これ後ろに載ってるんですけどねでえっ、ー、とあの関西の方は梅田駅前本校でやりますでこれね通学で 選んだとしてもちゃんとウェーブフォローなり DVD フォローはついていますのでで通信と値段一緒ですから,だから例えばここほとんど来れないけどま12回は来れるだろうなっていう方は通学でお申し込みいただけば通信もちゃんとついてますのでね。 えとそこのところをあの、まあ、ご考慮いただきたいなというふうな感じですね。あのほとんど来れないから来れないでも通学もったいないんでじゃあも、えー、通信にしましょうっていうふうに、ね、なるかもしれないですけどあの値段が通信と通学一緒ですからね通学で選べば、えー、通信もついていて通学,も選べ通学も来たい時に来れるという形になります、ねはいえー。それでは順を追ってやっていきたいと思います。 はいえー、とまずですね最初のこのパンフレット、えー、とレックに行けば、えー、ありますので、えー、まあレックでもらってください、ね。でまあ今日はこある人はこれを見ながらですけれども、ない人はあのーまあ、このプレゼンターを見ながらやって、えー、説明をしていきます。そしてまず、産休対策講座からのページで、えー、これがプレ,ゼンターのあプレゼンターじゃなくてこのパンフレットの2ページに載っているんですけれども。 えーとまずは産休の定義としては障害窓口の担当者等を対象に窓口相談する人たちを対象に今額からの年金オーダーに応じるための基本的知識ねこれと実践的な応用力についてその習得程度を測定しますという形になっています。基本的には銀行のの窓口担当の方たちのが対象となってますけれども え先ほど言いましたように保険会社の方とかもえこういうのをね勉強している方もいらっしゃいますしあとここですね社労士合格を目指す方の必須アイテムねこれ先ほど言いましたようにレックではえと社労士試験これの年金力をつけるためということでこの年金アドバイザー3級をえ進めています。それではえと実施日日時がえ2019年3月3日 えっとですね、ひな祭りの日です、えー、午前中10時から12時半ですね午後が、ね、2級なんで、えー、っとダブル受験もあできます実は私、ダブル受験したんですけどね結構きつかったですけど一応両方受験することもできますということですね、はいえー、で気をつけなきゃいけないのは申し込み受付時間値段はいいとして4320円ですけどね 受付時間が1月7日月曜日の9時から2019年1月21日の23時半まで、まあ、これはあのネットでも受付できるからこういう夜中の時間になってるんですねだから普通に郵送でやる場合これよりもっと早いですからね、まあ、あの正確なことはえ銀行業務検定協会さんのホームページを見てください、えー、と私が今言いたいことは申し込みを忘れないでくださいということですあの 例えばこの銀行業務検定のこの年金アドバイザーの口座をレックで申しし込んだとしますよねそれは口座を申し込んだだけですのであの試験はちゃんとレックで申し込むんじゃなくてこの検定試験自体はえこの銀行業務検定協会さんこちらの方に申し込まなきゃいけないのでこの検定試験の申し込みを忘れないでくださいということになります。年に1遍ぐららいいらっしゃるんですよあの 忘れる方が、ね、で忘れていても結構ちゃんと講義に来てくれて一生懸命やってくれてで後々になって「あどうでした?」っていうふうに聞くと「いや私申し込み忘れちゃったんです」っていう方がまあ,あの時折いらっしゃるので、えー、と確かにねそれで勉強もできますし、えーまあ、身にもつきますけれども本当にこの検定が欲しいなっていうと試験受けれなければ。 あのまあ何の意味もないなっていうところもありますのでえこの申し込みをえ忘れないでくださいねえただあの中にはね社労士試験対策っていうことでまあこの検定を受けないっていう人もいるのでそしたらその人は講座申し込みだけではいいんですけれどもねあのまあやっぱりね試験こと検定を受けるから頑張れるっていうのもありますからねえまああのお申し込みねこちらの方を忘れないでくださいっていうことになります。はいえで えっと、出題形式が、えー、全部マークシートになります、えー。もうちょっとこれ引いて取りましょうね。えー、後藤択一次三十問、えー、っていうのと。えっ、ー、とね、三十問が、基本問題の、えー、択一の五択が出て。あと事例が十個出てくるんですけど、一つの事例に対して。二問、あのー、またこれも五択で出てきますね。だから合計二十問で五十問という形になります。ね。 はい、えー、っとまあ事例の方は結構計算要素がありますけど、まあ、ただ計算式、ねえー、を書いてあるくれとかっていう問題にはなってこないので、えー、全部これマークシートになっていきます。ね、で、まあ、ここに書いてあるように基本知識がご藤卓一30問で、えー、技能応用、ね、これ要するにいわゆる私たちが言ってる事例問題ってやつですよねこれが10事例で20問ですね。でえー、内容が 我が国の社会保障制度とその仕組みっていうのがありますからまあ社会保障全般的に考えていく中の仕組みとあと年金制度とその仕組みこれがね結構難しいですよね。であとは年金給付の種類と支給要件。で老齢をもらうんだったらじゃあ65歳以上ですよね基本的にはね。で10年の受給資格が必要ですよとかそういうのがあります。障害だっっったた場合はがが被保険者とかまあ被保保険険者者ととかかであものそういうい理由があって 自由があってじゃあそのまでにちゃんと保険料を納めているか滞納してないかとかそういうのが出てきますね。これは結局相談された時にねその人がもらえるかどうかっていうことが、えー、要件を満たしているかどうかということで結構大事ななところになってきます、ねえー、でもちろん年金額というのも、えー、大事ですねあとは企業年金確定拠出年金とか確定給付年金ねあとその仕組みですね、はいえー、あとですね。 えとちょっとまあ本当に実務的なことなの最低手続きと年金受給者の手続きとかね、えー、最低というのは年金をもらうためには年金って請求主義ですから黙ってたらくれません65になったらじゃあ自動的に振り込まれるのかってそうじゃないですよね権利がちゃんとあります,ありますよあの私はもらえるんですかっていうね請求っていうのをしないと年金はもらえないんですねこれが最低請求っていうふうに言います。この手続きに関する 問題ですよね、えー、基本的には受給券っていって65歳になる、えーまあ、23ヶ月前に最低請求書が届いてそこに必要事項を記入して、えー、添付書類を付けて出すんですけれどもあの現在ね、あのー、厚生年金の方が63とかから、えー、とか4とか報酬比例が出てるんでそうすると63とか64になる3ヶ月前に最低請求書が届きます、ね。 はい、で受給権者の手続きっていうのは受給権者は今年金をもらっている人ですからその後例えばね住所が変わったりとか、えー、そういう感じのことはどうするんですかとか繰り込み口座変えたい時はどうするんですかとかねそういう感じですね。はいであとその他っていうことですね。はい、で受験あの,合格の基準の60点だと、まあ、結構。 取れてしままううんんでですすよ取れてしまうんですしかもマークシートだからねえなので、えー、と60点合格ギリギリを目指すのではなくてやっぱ年金を理解するっていうことで、まあ、できれば80点90点を狙ってほしいなこの講座をちゃんと勉強していればそのくらいは、えー 取れると思います。まあ、点数にこだわる必要はないんですけれどもえ、合格したからっていうんじゃなくて、やっぱり合格してもやっぱそれでもわかんないなっていうことではねなくて、年金をちゃんと理解してほしいなと思います。で、えー、特にね、えー、社労士の試験を受ける人は。 やっぱり年金の苦手意識をなくししてほいいいとううふうに思います、ねはいえー、合格するだけではなくてねちゃんと相談に乗ったりこう事例っていうのを何歳から何歳までどこに加入していてこの人たちは年金がどのくらいもらえる何の年金と何の年金がもらえるのかとかね、えー、そういうことをちゃんと理解するようになってほしいなと思います。はいえー、それで、まああのー、試験時間は えっとまあ持ち込み品はまあいいとしてね受験票を忘れてもらっちゃ困るけどあと電卓ですね、えー、電卓ですけどこれ大きさとしてみればえっ、ー、と私これで受けたんですけどちょっとこれじゃわからないか手のひらにちょっと入るような私の手が今こんくらいなんですけどここにこう入るようなぐらい小さすぎてもダメだし大きすぎても えと叩きづらいっていうのがあるのでこのくらいがいいのかなと思います。ちょっと待ってください、ね。こうなっていくと今私の手このぐらいなんですね。でここにこのくらいで入るぐらいのこのくらいの大きさがいいんじゃないのかなと思いますけれどもねえこのくらいですね。すね手,手がこのくらい。で、ね、これがもっと小さいやつだとだまして顔ぐらい大きいとちょっと叩きづらいです逆にね。はい、えー、とそういう形ですけれどもはい。 でね、ここにちょっと問題があるんですけど小さいかなえ最初の基本問題が、えー、と実際にはこんな問題が主催されますってこれレックが作ったオリジナルの予想問題の当連の問題なんですけれどもね、えー、もうちょっと大きくしようかちょっと今。 こういうふういふな感じで、えー、とご支度択つ我が国の人口動向について誤っているものは次のうちどれでしょうかって言ってねここの5つの5択になっててここから間違っているのもどれかっていうマークシートでやっていくような問題になっていきますね。まあ、これ最初の方に習うやつなんですけれどもね。はい、で、えー、と基本的には銀行の窓口対応をする人たちの基本的知識をつけるっていうのがあの。 コンセプトなんですけどこのパンフレットの3ページを見ると「年金アドバイザー三級試験は社労士合格を目指す方の必須アイテムです」っていうふうな形で載ってるんですが最近あの社労士の試験がちょっと、まあ、年賀度チックにあのちょっと実務的な問題が出てくるんですね、えー、とですね。 最近の社労使試験は全面的に事例問題が増える傾向です一、まあ、時ほどではないんですけど一応丸暗記で対応することはちょっと難しいのでちょっと平成26年の問題をちょっと見てみると昭和29年4月生まれの第一号表現第一号表現者って自営業者の業者の方たちですよね。えー、と 会社員員ととかか公務員とか専業主婦ででない人ですね自営業やってる人たちとか会社に勤めてない人たちで二十歳から60歳未満の人がえ国民年金第1号被保険者っていうんですけどね平成26年に60歳に到達するがこれね平成っていうのはえ昭和に直すとえ63を足すんですよね。というのがもうやっていくとすぐえ分かってきます。だだからら昭和29年だったら えと60歳だと69年になるんですよね、えー、昭和の69年で、えっ、ー、と、ごめんなさい、昭和じゃないです、ここですね、26にえと63を足すんです、ごめんなさいね、昭和が64年までで、64年で平成元年になったんで、63を足すと昭和になるんです。で26年に、えー 63を足すとこれ89年なんですね89年で29年生まれだから、えー、60足して89にちょうどよくなるんですね。で達するがその際引き続いて任意加入被保険者または第二被保険,被保険者とならない場合平成26年3月までが被保険者期間に参入されるというふうになるんですね。とえー、っと26年平成26年つまり昭和でいうと89年4月1日誕生日ですから。 4月に60歳に到達するので被保険者の期間は消滅の、えー、と年齢到達はその日に被保険者期間が喪失してなくなるので前月までなんですね被保険者の期間は被保険者を取得した日の属する月から喪失の前月までってことになってるからじゃあ4月1日年齢到達で、えー、と3月までですねっていうことで。 三月までが表現世間に参入されるでこれで丸としたいんですけれども、えー、実はこれはバツなんです。あのー、年齢の到達っていうのは誕生日の前日なんですね。これ年齢計算に関する法律ということで、なのでこの年金の世界の中では二十九年四月一日、昭和二十九年四月一日生まれは二十九年三月三十一日に六十歳到達なんです。でこの六十歳に到達したときに。 これが三月三十一日なんです。平成二十六年の三月三十一日に六十歳到達するんで、この日に第一号の被保険者資格を喪失するわけ。そうすると被保険者期間は喪失の前月までだから二月までになるんです。だからこれ間違いですね。三月までっていうのはね。ちょっとここの下を見ていくと、今と同じことが書いてあります。二十九年四月一日生まれの方が 二十九年四月一日生まれの方が、六十歳に到達するタイミングは。誕生日の前日である、平成二十六年三月三十一日ですよと。そうすると、資格喪失日は年齢到達のその日になりますので。平成二十六年三月三十一日になります。平成二十六年は六十三、えっと。六十三を足して、昭和八十九年ですから。 二十九に六十足したのが八十九ですよね。で、三月三十一日が資格喪失日になるとなります。被保険者期間は資格喪失月の前月までですので、えー、資格喪失月。三月の前月である。二十六年二月までが被保険者期間に参入されることとなり、誤りの選択肢になります。これね、具体的ないつまで被保険者期間かというのが、年金アドバイザーの試験結構出るんですね。 で、なぜかというと、被保険者期間まで保険料を払うわけなんですよ。だから、いつまで保険料払うかと、お金の話になってきますよね。あのー。一般の国民は、それがすごい気になるわけですよね。そうすると、喪失月の前月までって話になるので。60歳に到達した月は、もう払わなくていいんですから。まあ、納付書が送られてこないっていうのもあるんですけれどもね。はい、で、それが。 年金の世界では年齢の到達は誕生日の前日だっていう前提があるわけねあるわけなんですよねだからそこを普通の感覚でやっていくと間違えてしまうんですよね。29年4月1日生まれだから4月にに年齢到達というふううふ思ってしまうと間違えこれがね年金アドバイザーの試験やってるとこういうのをもうものすごい訓練してきますから事例問題でねこういう意地悪な問題っていうのを用意してきますのでこういったところにもすぐ反応できるように なっはい3級、えー、ではこんな感じが出るので、ね、あの社労士試験これ今の問題はこれ年金アドバイザーの試験じゃなくて、えー、平成26年の国社労試試験の国民年金で出たやつですから、えー、社労試試験を受ける人も、えーま、必須アイテムですよということですね。はいうこ、えー、で今度講座内容ですけど3級、えー、合格パックっていうのがあります。えー、5ページを見てください でね最初にねえっ、ー、とこれはウェーブだけでしか見れないんですねえっ、ー、と生講義も DVD もないですが年金の仕組み講座これがありますのでウェーブで2.5時間で見れますねはいえっ、ー、とここがなぜ大切かということこの下のところ年金の仕組み講座の案内っていうところの前いか2.5時間というところをここ見てほしいんですけど。 はい年金を理解するには初期の学習でつまずかないことが肝心。えつまりねここね年金の仕組みをね理解するためには年金の歴史から勉強していくと歴史をちゃんと理解することが肝心なんです。昭和の三十六年四月挙出制国民年金制度の法則国民会年金ですかここあのね三十六年四月までに国民年金ってなかったんです。それまでは 厚生年年金がが始まったのの昭和の19年なんですねでそのまでは船員さんの年金、まあ、船員さんの総合的な保険だった船員保,船員保険法っていうのが始まってそれが昭和15年なんですよ。で19年に厚生年金だからあの勤,勤めている人の年金制度しかなかったのが昭和36年4月に勤めてない農業者や自営業者の年金側を作ろうという形で えー、まあ本格的に始まったのが36年4月なんですね。でその後六61年4月ねえー、基礎年金2階建て年金制度の改正内容がキーになりますと。これでね36年4月に自営業者さんの年金ができたんですけどそれと専員、えー、の保険と、えー、厚生年金と共済、えー、の年金ってね、えー、勤め人の年金があったんですけど。 共済、えー、年金とか繊維,法繊維,の年金繊維保険法の、ね、年金とか厚生年金は毎月毎月の保険料っていうのが給料から、まあ、給料をちょっと固定値に直して標準報酬月額っていうのがあるんですけど簡単に言うと給料に保険料率をかけていくので保険料がもうお金いっぱいもらってる人から高く取れるんですよねただ国民年金っていうのはみんな給料がないですね自営業者とか農業者ですからだから定額料金なんですよ。 だどううしても財政基盤といいののは国民年金の方が弱いそれで61年4月にはとりあえずみんな国民年金に加入していてみんな基礎年金というのを老齢になったらもらえてで、えー、厚生年金とかの勤め人の方たちはもう1個厚生年金に2階建てで入るというねこういう制度が出来上がったんです。これが61年4月なんですね はい、えー、その改正内容が気になってきます。年金の仕組み講座では、まあ今は聞いて分かんないかもしれないんですけどね。とにかく歴史的なのをあのー、を追っていって、で六十年四月に現在の状態になったよと、まあそれからもちょっとね改正してるんですけど、大まかにはね大改正が六十年四月に行われたので、ここでどうなったかというこの改正内容が気になってきます。この年金の仕組み講座では、えー、前期の気になる歴史を踏まえて現行制度の二階建て 年金制度に至るる内容を説明するで基礎年金の概要も説明しますよということでこれをつかんでいかないと今後がちょっときついとだから全くゼロからね学習する人もこれを見ていけばある程度、あのーまあ、理解できますよっていうことなんですね。でまあちょっと,ちょっとね、まあ、今この話聞いて分かんないかもしれないですけど簡単に言っちゃうと。 えと36年4月に国民年金が自営業者農業者の人たちのためにできたんですけど61年4月からはみんな国民年金の、えー、ごめんなさいね非保険者っていうふうにしました非保険者ってあの保険料を払ってる人ですねでみんな国民年金でその中で今までの自営業者農業者の方たちを第1号被保,ここここ、ね、保険者っていうふうにしたんですよ。これが 要すするに勤め人人じゃない人たちですねで会社に勤めてる人や公務員さんの人たちが2号被保険者というふうに言います。で会社員公務員の奥さん被扶用配偶者で2号の被扶用配偶者っていうのが3号イメージだと専業主婦。 この人たちは61年4月1日までは国民年金加入しなくてよかったんです任意加入だったんですねで、この基礎年金制度というのは61年4月1日から今まで国民年金はこの人たちだけだったのがもう三社とも国民年金の、えー、加入している被保険者にしましたで、老齢でもらえる、えー、65歳以降からもらえるのが老齢基礎年金ですね全国民に出しますから二号被保険者も え老齢になった時老齢基礎年金でこの人たちは上乗せで老齢厚生年金がもらえるで産後表保険者も老齢基礎年金がもらえるという形になると全員には基礎年金を払ってますよねあ支給してますよね。みんなに出すから基礎年金。ね、で 会社員公務員さんたちは老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるだから会社員公務員さんたちは国民年金と厚生年金に同時に加入しているという形になりますこれは年金を学ばないとわからないですよねあの会社に勤めていれば給料明細からは厚生年金の保険料というのは引かれてますよねだから厚生年金しか加入してないと思うんですけど法律で見ると61年4月からはみんな国民年金入っているんです だから、えー、厚生年金の人たちも厚生年金と国民年金の第二号表現者という形になってるんですね。でこういう改正が今まだ分からなくていいですよ。ね、これが、えー、61年4月からはそういうふうになったっていうのは、ねえー、そういった歴史を追っていくことでそういうことをまず年金の仕組みで言いたいのはそれです、えー、説明しますよということになります。はいえー、それから6回の、えー、本編講義に入ってきます 2.5×6 回になりますね。 でこれはえと年金アドバイザーのテキストレックの作った大野先生っていう方が作ってくれてるんですけどえと結構図解が分かりやすいやつがありますね。これねえ10月検定のやつがここにあるんですけれどもはいえこういうふうにね図が結構多く載ってますので。 えーっとね、最初分かりやすいいと思いますでえこれとあとは、えー、っと問題集、ねえー、っと銀行業務検定さんが出してる過去問題集がありますからそれを使ってやっていきますだから過去も買わなくても大丈夫ですからね、えー、買わないでくださいちゃんとこちらの方から、えー、と用意しますので、えー、これを使って6回の講義をやっていきます。でこの中で事例問題なんかも、えー、とまず テキストね、えー、このテキストで基本的なことを、えー、習得してで間々に事例問題を入れてきますのでね事例問題がねやっぱり、えー、いろいろとね考える力をつけていってくれる講座ですね。ねはい、えー、それから級というのがあります、えー、これがねよく見ると答連解説を2回ありますだからこれはね問題は解いてきてもらいます。ね で、えー、これが2回ただねこれねあの一応本試験1回分ですだから1回の答練、えー、解説2時間半やるんですけれども、えー、これが基本問題30問の解説を2時間半でやって、えー、それから第2回目の解説講義が応用問題といって事例問題の20問の解説をやります。だから えと問題自体は回回の試験文ですすねでそれををに分けて、えー、解説講義を行いますただこれのね解説講義というのが今までの全体の復習みたいな形になるので、えーとね、当然自分で解いてみて点数がねできてなくてもまだまだ、えー、試験までの時間があるんで間違ったところをしっかりもう一回復習していく形でこの解説講義はまあ聞いてほしいなと思うしね、えー、思います。で今ね あの事例問題はやりますよっていうふうに言ったと思うんですけど、これちょっと小さいんですが、後のほうでねテキストの説明がありますが、8ページの方なんですけど、ここにね図解資料っていうのをちゃんと抜けてます。年金の、ね、仕組みが難しいんであでかすぎた。えっ、ー、と見えますかね。これね老齢基礎年金の金額を 出す時の話ごめんなさいね、えー、とこの上にね老齢基礎年金のちょっと私も字が小さくてえっ、ー、とね受給資格とかそういうのを見てるんですけれどもこの人がねちょっと小さいかな。 今まで年金にどういうふうに加入していたかっていうことがこの図に,よっに載ってるんですよね。えー、っとそういうのを見ていったりします。えー、っと下の二級の方がいいかな。二級の方の今パンフレットの八ページのところですね。あここのがまだわかりやすいかもしれない。えー、っとある人が 何年昭和何年生まれの人とかっていうのがちゃんともんあのじ問題に出てるような設定で何年生まれの人がじゃあ最初に厚生年金に何年入ってましたよとかね国民年金何年でその後免除がどうですよとかねこういう話ですじゃあさてこの人は年金どのくらいもらえるんでしょうかとかえそういったえ問題ですねえっとこういうのを図解で見ていきますねはいえこれね。 ちょっとここに載ってるここの小さいの拡大したんで今すごい見えづらかったんですけどあのちゃんとしたらもうちょっと大きい大きさになってますので、えー、としっかりこのプレゼンターに移しても見えますし、ねはいえー、通信講義でもちゃんと見えるようになってますからそれはご安心してくださいね級、はい、級の合格パークはこういうういい形でやってききまます、はいえー、では次に、ね、試験に行きましょうね。 2、はい、級試験、えー、年金相談のプロって書いてありますねえー、っと社労士試験年賀度2級ダブルライセンスで年金相談の第一印象になろうというふうにねだからあの社労士さんで、まあ、あの開業をしてる人ですねで、えー、年金事務所なんかにも、えー、年金相談行ってる方もいらっしゃいます自分の事務所でね、えー、年金相談やってる方もいらっしゃいますけどやっぱりこれ2級取ってるそれで社労士も持ってるっいったら本当年金のスペシャリストっていう感じで見られますね。 はい、えっ、ー、と。まあ、あとは銀行とかね。そういうとこだよね。社労士さんが年金相談に行ったりもしますからね。年金アドバイザー試験は金融機関や公的機関などで年金公的保険に関して顧客相談に応じる能力や知識の習得度を測定する試験です。次です。特に2級検定は年金額の計算、これが的確にできるかどうかを問う。難関試験。つまり計算をもうチャカ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 計算機を叩いてどのくらい出るのかっていうのの？ やつこれが3級だったらその計算式があってそれをマークシートで選んでいければいいんですけど2級はちゃんとこれを計算できなきゃいけません社労士の社会保険労務士の学習をされた方にとってはより実践的な能力が身につけられますということで本当に社労士を持っていて年金あと2級を持っているってうことはもう年金相談のプロだというふうに見られますねねはいで、ね、こちらの一応定義の方も 年金線担当者と年金担当者等を対象に公的,年金公的年金保険に関する顧客相談やここですね大事な内部研修や指導に応じるためもう指導者レベルです実践的専門的知識についてその習得程度を測定しますということですのでねレベルは高いです。それにさっき言ったように計算をすごいしなきゃいけないという形になります。 でその計算式の書く過程も、えー、採点要素に入ってきますから答えがたまたまあっていっても計算がちょっと違っていたり計,計算式がね、えー、違っていると、あのー、になりますただねちょっとの中の計算が間違っていても部分点は入るんですよ。だからそのつけるものをつけてなかったで計算式が全然違う。 全然違う年金を出すための計算をしているってことになるともうそこは点数が取れませんね。計算式はちゃんと合っていた、公式は合ってるんだけど、たまたま年金額が計算した結果が違っていたとなれば、丸はもらえませんけど部分点は入るんですよ。ね。であとは付けなきゃいけない下級年金を全くつけてないとか、そういうことはもう減点対象にどんどんなっていきますね。はい。だからその計算過程も見られていく。あとは何々について何文字内で記述せよとか、そこで例えば。 これだだけけの給料がが低下したからこここれれれ出てまあこれ高年齢雇用継続給付のことを言ってるんですけども60歳前のえ賃金と60歳の後の賃金が何低下しているから雇用保険から高年齢雇用継続給付がこんだけ出ているので年金が何、えー、支給停止になるよとかね <laughs> あのまあそういったのを今本当例えて言ってるだけなんですけどもそういうのを。 記述で自分の文章で書いていかなきゃいけないね、えー。そういった高いレベルの、えー、試験となっていますはい、えー。で、試験日が3月3日ひな祭りの日で1時半から4時半で3時間もありますねえまあ、私もね受けたとき2015年に3級と2級をダブル受験したんですけれどもまあまあ体力的にもかなり使いましたよね はい、申し込み期間が11月21日ですとにかく忘れないようにしてくださいということになります。はい、で2級が1時半ですから3級の方が2ページを見ると3級の方が10時から12時半までですのでまあダブルで受験しても一応できない 受けれなくはないよって時間はかぶってないですからねはい、えー、で例えばねあのー、期日まあ今実験時間は3時間というふうに言いましたけどちょっとこれこの小さいのを拡大するんではっきりとは見えないかもしれませんけれども、えー、これまた全体像を見るとここねこれレックの作った予想答練なんですけど、えー、これに対する回答用紙がここにあるとしたら。 マークシートではなくて例えば回答例がえと見えるでしょうかねちょっとぼやけてるかもしれないねこういうふうにちゃんと自分で書いていかなきゃいけないのとこういうふうに式をちゃんと書いていかなきゃいけませんこういうふうにねこういうふうに1番でも老齢基礎年金の本体額がこれですよと計算するとこうなりますよとえそれから振り替え加算額がこれがつきますよと。 合計がいくらですよとこういういうに計算式も見られていきますね、まあ、これはもう半回答ですけれどもね、はい、でこれはの講義でちゃんと事例問題を使う中あのこういうふうに回答を書いていきましょうっていうのが、えー、を通信でもあとはあの生講義でも教えていきますので、ねえー、ここもこんだけね書いていかなきゃいけない。 報酬比例いくらで経過適価さんがいくらでこれを出して全体いくらだよってこを出しなさいよっていうふうにねえこういう,うになります。でここね記述式もここも文字で考え書いていかなきゃいけないということですね。はいえということですねえまあ高いレベルですけどただねえ例えばこれは検定試験なんですけど国家試験みたいに科目がいっぱいあるわけではない年金に集中して勉強できますからある程度 勉強すすれれば取れます、ね、ある程度勉強すれば取れますので、ね、特に2級はね社労士のレベル社労士さんを持ってる人だったら勉強していけば、えー、訓練で取れていきます、ね。じゃあ社老子持っていいなななきゃでででのかそうでもないです、ねえー、やっぱり今社労士は持ってないんだけども銀行に長く勤めてるで3級も持ってるっていう形になっていけばぜひこれはさらに自分がレベルアップしたいっていうんであれば今度は基本だけじゃなくて 計算も身につけたいっていうんであればぜひ挑戦してほしいね。であとは今もうシャロウさんもやっていて年金相談もやっててこの年金アドバイザー2級も持ってるんだとそういう人も来てくれます。えー、やっぱりね、えー、計算普段やってないとどんどん衰えてしまいますので、えー、自己計算でやりたいっていう人もいますからね。えー、まあ、そうしたら試験は受けない人が多いんですけどやっぱり来て訓練して帰っていくっていう人も、えー、います。 はいですのでねレベルは高いですけれども訓練何事も訓練が必要ですから各訓訓練練とと卓をを叩いいいてて計算すするこれ勉強ししほな思まじゃあ今ちょっと講座内容を見ていきますけれどももう皆さんね2級の人はある程度のレベルに達しているというところになってますので年金の仕組み講座というのはありません。回各時間の え生,あの生と通信講義ですね、えー、これが6回用意されています、えー、この中で、えー、やっぱり銀行業務検定さんの、えー、とまあ一応基本も1回もう1回立ち返ってやりますテキストを使ってね、えー、ただ3級のやつに基本的な仕組みのところは一緒なんですけど2級でしかやらないようなことも、えー、の3級のテキストには加味されていますし それから銀行業務検定協会さんの問題も使ってで先ほどの図解資料っていうのを見ながら2級を解いていくで3級との違いは計算を書いていかなきゃいけない計算も大事ですけど計算式を書いていかなきゃいけないで記述で自分で説明して書いていかなきゃいけない。このトレーニングも えこの6回の講座の中でやっていきたいと思います。はい、で「当蓮」はえー、っとね、あのー、60分でやるやつが3回解説がありますね。ね、えー、だから解説80分3回ありますよっていうことですので当蓮、えー、は自分で解いてきてもらいますね解いてきてもらって、えー、会場で解説をしますってね。はいえー両方とも あの講座内電卓用意しますので必ず電卓を持っていてくださいね。はい、ちょっと二級の合格講座はどんなことが書いてあるのかということをちょっとこのパンフレットを見ていきますけれどもはい、えー、年金のプロになるというのであれば年金アドバイザーの二級レベルの問題を解く力が必要です。えー、例えばば老齢給付であれば相談者の 経歴を聞きます。厚生年金に何年入っていたのか、国民年金だけだ。1号だったらどのくらいなのかえ。国民年金1号で納めてない期間はどのくらいなのかだと、基礎年金がいくらで、上乗せの厚生年金がいくらかとか、そんなことをね。確認しなければなりません。しかしえ、この経歴の中には保険料納付済み。期間や免除期間免除期間だと。まあちょっとは少なくなる。少なくなるけどもらえるんです。あと、合算対象期間。 えこれだった場合はそこは年金が反映しませんからねここが複雑に織り込まれているケースもありこれをしっかり見抜いた上で計算を行わなければ完全な正解は解き出せませんだから納付済がいくらだ、えー、免除期間がどのくらいあるね、そういうふうに分けて計算していく本講座では現実に相談を受けることがあり得るっていうね、えー、相談ベースですから基本的な内容から、えー、一部繰り上げ全部繰り上げ これも難解ですよね年金65からなんですけど60になって今もう早めてもらいたい、ね、もう仕事は会社は辞めることにして年金を早めてもらいたいそうすると減額されますからね、えー、当然そういったとこ相談でありうますからも減額されちゃうとどのくらいなんですかねっね,、えー、ねこの「全部繰り上げ」等の難解の部分に至るまで電卓を叩き計算式を紙に書きながら 現実に知識を物にできるように講座を進めていきますということですね。はい。で銀行業務検定さんのと問題集はこちらから送りますのでね、ご自身で買わなくても大丈夫だと思います。大丈夫思いますよ。大丈夫です。はい。でと講師の方がと収録と生講義両方とも二人とも担当します。と大野先生と私早川が 担当いたします、まあ、経歴ここにね7ページに書いてありますのでこれはパンフレットを見てください、ねはい。内容はこんなふうになっていましてでこのパンフレットの次のページに、えー、と一応、まあ、もうこれ小さくて分からないと思うんですけど、えー、とテキストと図解資料っていうのがあります、ね。えー、とテキストは これ10月のやつなんですけどここにこれ割と図が多いやつ図解が多い最初の方は結構図解が多いんですけどねはいえっとね社老士のねこういう図解が多いですね社老士のねえあのテキストみたいに条文がずっと載っててそこを読み解いてって暗記していくんじゃなくて年金というのはこうなんですよって理解してくださいっていう形で。 えー、もろに図が載ってますので、えー、と分かりやすいと思いますねこういうふうにね、はい、こういうふうに図が載っていますので、ね、もちろん文章もちゃんと載ってますけれども、ねはいえー、とそれから、えー、と事例問題を解解くとの図解資料これもいいています、えー、それから当連のところが予想問題っていうのがありますので予想問題に、えー、ちゃんと解説させて、えー、予想問題の図解資料もつけますこれは、えー、3級も同じことですね。 はい、でここに載ってないんですけれども、えー、と銀行業務検定さんの、えー、問題集はちゃんとつきますのでそれはもう書店に行って買わなくてもいいですからね。はいえー、とそれでは続きましてこちらの方が、えー、と合格パックってやつの、まあ、お値段とか自己スタイルですもうここで説明したいのはね。一応2級と3級一緒なんですけど。通学と 通信があり、えー、で通学にウェーブフォローか DVD フォローがつきますからつまり通学というのはもうこれも含んじゃってるってことですで値段が変わるかったら変わらないですから通学でウェーブフォローをつけたとして27,900円通信だけだったら27,900円同じですよねだから例えばこの一番後のページに、えー、ここに生講義の日程が載ってるんですけれども、えー、これに「 1>, 1回も来れないって言うんだったら通信でいいかもしれませんけれども1回は来れるかもしれないだったら生で申し込んどいた方がいいです値段が一緒ですからねえー、と通学で受けても通信で受けても値段が一緒ですので通学で受ければウェーブフォローがちゃんとついていきますで通学1回も来なくても構いませんからね構わないってことはないですけど <laughs> 来てほしいですけどね、えー、別に形としては 通学で受けてもちゃんとウェブフォローなり DVD フォローがついてますね。で当然 DVD の方が高くなりますよってことですね。でこれがあのー、今のが10%割引がついた早割の期間ですね。11月30日までだったら、えー、この値段ですよ。でこれが時間が過ぎていくと割引が5%になっていったりとかしますけれどもね。で当然えっ、ー、と二級と三級では二級の方が高いちょっと高いってことになりますけれどもね。 はい、値段の方はパンフレットをちゃんと見てください今,今受講スタイルの説明ですねお値段よりもね。で例えばあの下にね、えー、っと社労士受験者レック社労士生とか FP 受験生お得な5,000割引っていうのもありますこの下に書いてありますけどね、はい、この辺の方はパンフレットとかあとは支店に行って、えー、お値段の割引の方は確認してくださいね。絶対間違えないでほしいのは通学で申し込んだら通学しかできないわけじゃないですから。 ちゃんとウェブフォロー DVD フォローがついてますで、えー、通信で申し込んでしまうと通学が1回もできません値段,値段が一緒ですからねで例えば地方に住んでる人は通信でしか申し込みようがないですよね来れないんだからでも通学で申し込んでも大丈夫ですからたまたま当連解説の時だけ東京に行く用事があるから、えー、ちょっと参加してみようそれでも OK です、ねはい、実はいらっしゃいました、あのー、普段は通信でやってるんですけど、えー、と通学で申し込んで。 えとまあ最後だけちょっと先生のお顔を見ましょうかとかっていうふうに来てくれた方もいらっしゃいますのでねはいえー、とそれではですねえー、とパンフレットで最後のところですねえー、とこちらねえー、と選べる3つのスタイルって書いてありますのでえー、とまあだから 通学ウェーブフォロー通学、えー、ごめんなさい通信ウェーブ通信 DVD 通信だとウェーブと DVD を選びますで、通学クラス何回も言いますよ通学だけじゃないですからねこの通学に通信のウェーブか通信の DVD フォローでついてますからねそこを間違えないでくださいえー、と、もう一回言います えー、9ページのここに載ってます3級で、えー、例えると「通学にもちゃんとウェーブフォローがついています」「DVD のホールにしてもいいです」と「DVD」のはちょっと高くなりますね。はいえー、でもこれはあの通学だけじゃなくてちゃんと勉強できるようにウェーブフォローもついてます。通信で申し込むと えと値段が一緒ですからね通信で申し込むと通学ができません1回もできませんねはい値段が一緒ですからこちらでもう1回でも来る可能性があったら通学の方でお申し込みをくださいねはいえーそれでですねあの DVD の方だと何回も見れるっていうまあメリットは一応ありますねえただしお値段が高くなるのと DVD だと先生を選ばなきゃいけませんねで えとできればあのねウェーブだけだと確かにこれもう日付がね限定であの試験が終われば見れなくなってしまいますけれどもえとウェーブクラスの場合は大野先生と私早川の方の両方の受講が可能になりますのでえとねできれば特に2級の人なんかは両方見てきた方がいいと思います。 ねえー、例えばね私なんかは2級なんかだとやっぱり結構難しいんですねだその集中した期間に勉強しなきゃいけないので必ず予習をしてきてくれと予習をしてきてビデオで見て生でその確認をするんだよとでさらに何回で分かんないところはもう一回ビデオ見てくれっていうふうな感じで言ってるんですよ特に難しい計算式のところはねで私だって何回も間違えましたからねあの受けた時、まあ、合格しましたけど1回目でね。なので 例えばね提案とんかだととウェーブでだと両方の先生見れますからね例えば最初大野先生を見てくる、ね、で、まあ、例えばこのテキストを作ったりしたのも大野先生ですから図解資料を作ったのも大野先生ですからこれを見てくるで私の講義を生で受ける同じところね。で今度復習は生で一回私の受けてるので復習もまあ同じ人間が言ってるわけだから、えー、もう一回じゃあ僕のを聞くっていうこともできるんですよ。ね、逆ででもいいです ねえー、なのであの2人の先生が見れるのは、えー、ウェブですから僕はウェブをすごい、えーねあのー、それは一生残らないですよ一生残りませんけれども試験が終わってしまえばもう見れなくなってしまいますけれどもね。 それはねあのどうしても私の動画をずっと撮っておきたいっていうねまあ私のファンであればあの DVD でもいいですけどねあの私アイドルタレントじゃありませんので <laughs> あのねえ講義そのものを見るっていうことに価値がありますのでえあの両方の先生を見れるようなウェブの方が私はいいんじゃないかなっていうふうに思います。というのとねテキストに書いてあることだけ説明するわけじゃないんですよ私たちは。 ね、いろんな今までの自分で年金のことをやってきたり、えー、年金のかかわるお仕事なんかも、えー、やってきたりもしてるんですね私も年金の例えばコールセンターに勤めてたりとかね、えー、調査の仕事やったりとかも、えー、してるし、ねえーまあ、大野先生だって年金相談やってますの実務でやってきた、えー、自分が関わってきたことっていうのをいろいろ話に入れてくんですよ。そうすると あのやっぱり2人見れると2人のえと年金歴って違いますから両方見た方がいいんじゃないのかなと思うんですね。で実際僕なんかは自分が試験受けた時に大野さんの見てますんで結構勉強になってるところがあるんですよね。なのであの僕はウェブおすすめはしてるんですがまあそれはねご自ですけれどもね。はいそういう形になりますね。 でえー、と水道橋本校と梅田本校でやってますので、えー、と2級と3級の、えー、やつがここに載ってますもうあのここで見せてもねあれですので、えー、とこれはねレックのパンフレットでお申し込みに確認してください、えー、とインターネッ,トネットでもホームページでも見てますから、ねえー、あの大事なのはその携帯で。 必ず通信でも通学でもあごめんなさい通学でもウェブフォローなり通信フォローはついてますから、えー、その形態としてウェブか D D がありますとで私はウェブを勧めましたけどじゃ必ずしもそれにしなきゃいけないわけじゃなくて、あのー、例えばいやネットで見るんじゃなくて自分の DVD プレーヤーで見たいよっていうふうな、ね、人もいるかもしれないし終わってからでも何度も,何度も見たいよっていう人もいるかもしれないこの人たちはあ先生を,選べをどっちか選ばなきゃいけません。 ね、片っぽしか見れません、ね。でも、ずっと見たいっていうのは、それはそれでよろしい。でも、あの、別に試験終わるまででいいから、両方の先生を見たいっていうふうであれば。必ずウェーブのフォローの方を、あの、選んでください。いいですね。いいすね通学で申し込んでも、ちゃんとウェーブフォローなる D. V. D. フォローありますからね。もうしつこいですけどね。はい。えー、っと、そういう形に、なっています。はい。えー、それでですね。えー、っと、まあ、大体これで説明は終わりなんですけれども。 あの一番言いたいことは難しい年金これ人にね説明する立場になるわけですから年年金金というのがが苦手意識をななくしてて好きになってほしいなんかやっぱりね事例を見てるとなんかそのね人のこういった人生を生きてきて年金がどのくらいになるんだろうなってこう人の人生を見ながらその人の将来のことに関して相談に乗ってあげるっていうのは えねあのまあ、それで相手の役に立ってくれれば、まあ、結構嬉しいもんですしね人の役に立てる仕事だというふうに僕は思います。で結局年金が好きになることによって2級買った人で社労士さんはそれをで自分も生活をできていくしあとは3級なんかでまだ社労士試験をこれから受ける人はね社労士の あの試験のの年金の苦手意識をなくしてほしい。でまあ同じく産休を受ける人で今銀行の窓口に立っている人とかねやっぱり年金に関して相手の普通の人はやっぱ年金って分かりづらいですからねそれがちゃんと説明できるように。あのね会社に勤めていても要するにじゃあそういう金融機関に勤めていてなくても普通の会社での人事とかの仕事をやってれば。 やっぱこの年金の知識必要なんですよね。と60になると、えー、今度は今までね正社員でやっていたのが食託になるとで65歳でじゃ一回60で定年なんだけど65まで食卓の中で継続雇用されていきますよね。そうすると雇用保険の方から、えー、高年齢、えー、継続給付っていうのが出ますね。えー 賃金が低下したら最大限今60歳過ぎてから低下した賃金の15%出るんですけど60歳代前半で年金もらえる人もいるんですよねあの厚生年金をねそうすると年金額の方が調整されて、えー、減らされてしまう結局誰かというか会社の人事は総務に聞いてくるんですよね。 の人に多分聞くと思うんですよね、えー、と高年齢雇用継続給付の方は会社の方から雇用保険の方はうい、まあ、大体法律上は本人が請求することになってますけども会社が代行して大体やりますからね、えー、そうすると、あのー、雇用保険の方から給料プラスその給付がもらえるのはいいんだけどそれによって年金が減らされてしまうと、ね、こういうことも考えながら、えー、例えば60以後の賃金を考えていかなきゃいけない。君は 会社かかららららここくくいい雇用保険からこんらいだけど年金がこんくらい引かれちゃうから大体こんくらいで生活できるよっていうことも考えていかなきゃいけないということで,でやっぱり人事をやるんであれば働く人のそういったことも知っていかなきゃいけないというね <laughs> そういう実務にも役に立ちますしで例えばあの60からでもいいし65からでもいい。ね 年金っていうののののは老老後後保保障障なんですよ老後の生活の保障働けなくなるだろうからということで老齢の年金が出るわけでもあなたはまだ会社に入って残ってるじゃないですかっていう話になるでしょそうするとじゃあ会社に入って給料もらってるんだからじゃあ年金は出しませんよとここまでは言えないわけですよ。なぜかっていうとあの今保険料ちゃんと今まで払ってるわけですからねそれに備えてただ。ただ生活の保障ですから 給料もももも普通にららっっててってててい年金全額うこととはちょっとしませんだから在職中でも年金は出しますけれどもそれはもらっている年金の月額と給料に応じて低下停止は少し年金のほうを減らすことをえ減らすシステムがありますよとこれが在職労働年金ですよねはいだから会社の社長さんなんかは小さい会社の社長さんなんかは。 自自分分の給料でで設定できますよね <coughs> そうした時に年金との兼ね合いで自分の給料こんくらい設定しちゃって十5以降もずっと自分が社長70ままでで被保険者入れますね70以降も実を言うと在職・老齢年金の支給停止はあるんですけれどもあの、まあ、給料自分でいっぱいもらって年金もあるからってことでそれで年金が停止されるのは構わないって人はいいんですけれどもあの給料を抑えて年金全部もらいたいって人のやっぱ防犯のイン所っていうのもあるんですよね。ここういったことも 自分がね、あのー、知ってればいいし会社の総務の人が知ってればいいし、まあ、分からなければ社労んに聞く話とか年金アドバイザーに聞く話になるんですけどね会社の中での単純に将来の年金がいくらかっていう銀行の窓口や、えー、そういったところ年金事務所の窓口だけの話ではないんですよ。労務管理をやっていく中でこの年金制度というのがね非常に大切になっていくという形になります。 ね、はいだからね最初に言いましたこ、えー、このね「人生100年時代へのライフプランの案内人、ねえー」って書いてありますけれどもあの今のはね会社いる間だけですがその後はじゃ会社をリタイアメントして、えー、年金をもらう形になりますけれども、えー、例えば繰り下げるとどのくらい増えるかとか繰り上げればどのくらい減らされるかっていうのも当然ありますよね。その年金の受給年数というのがこれから増えていく、えー、という形で、えー、やっぱり 年金の知識をちゃんと持っているといろんな人の役に立てるんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、ぜひご受講とこの検定への挑戦というのをお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますはい、それではご清聴ありがとうございましたこれにてガイダンスの方を終了させていただきます